どうもゴーです。今日はですねカルディの商品を使ったアレンジ料理を作りたいと思います。ということで、はい、カルディでねこちら買ってきました。ナポリタンパスタソースになります。こちらナポリタンパスタソースはですねトマトの程よい甘さと柔らかな酸味が効いたどこか懐かしい昔ながらの喫茶店の味を再現したナポリタンソースです。太めのスパゲティで絡め鉄板で焼いて温泉卵を乗せるスタイルがおすすめですとのことです。ここにね書いてあります。今回はですねこちらスパゲティと絡めるのではなくてご飯と合わせてナポリタンライスを作りたいと思います。はい、完成しました。はい、いかがでしょうか。こんな感じですね。結構ねナポリタン色が強い、まあ当たり前かそれでは早速いただきます。この上のね温泉卵がどんな感じでできてるか。うん、もう美味しい。まあナポリタン完全にめっちゃ美味しい。あのチーズがいい感じに、ちょっとね最後にコショウをかけた方がスパイス効いてて美味しいですね。うん、ちなみに今日はこのミッチョのカラマンシー味です。美味しいですよ。うん、味はねあのライスボール、あのライスコロッケか、あれの味、めっちゃ美味しいです。結構ねチーズ好きにはたまらない味だと思います。うん、うん、美味しい。ウインナーもめっちゃ美味しい。うん、はい、というわけでですね本日は、カルディで買ってきましたこちらね、ナポリタンパスタソースを使ったアレンジ料理ナポリタンライスを作ってみました。コスパも良くて美味しいのでねカルディ行った際にはぜひね買ってみてご家庭でお試しください。はい、本日の動画は以上となります。この動画役に立つと美味しそうだったらグッドボタン、またねチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴームービーゴーでした。グッバー。